茅場町タワーは、東京都中央区に所在するオフィスと共同住宅で構成される高層ビル。茅場町の名を冠しているが、所在地は、新川である。周和が建設し、山市証券がほぼ丸ごと借り受け本社を置いていたが、移転してきて1年余りで、山市は経営破綻した。それまで、日本工業銀行系の不動産会社が所有する、八重洲のビルに本社を構えていた。 山市証券は5箇所に分かれていた本社機能を集約し、賃貸コストを下げ、また1997年4月に創業100周年を迎えることに合わせ、周和が建設したインテリジェンスビル、茅場町タワーを丸ごと借り受ける長期契約を結び、1996年10月末から年末までの間に移転を完了させた。タワーは、 携帯通りと日本橋側に挟まれた土地に、周和が約150億円を同時建設したもので、地下2階、地上を21階建て、13階から上は一部がセットバックされている。バブル崩壊で建設計画は何度も変わり、借り手探しも難航し、完成直前になって山市が入居を決めた。山市は16階までオフィスとして使い、営業、商品、 開発などの本社部門のすべてが同居することとなり、都心の人口流出に歯止めをかけるため、17階から21階までは、中央区からの要望で社宅にし、山市の社員約30人が家族と住み、会社村と呼ばれていた。1997年11月、飛ばしによる母外債務で、山市は経営破綻する。社員が急減することから、山市は、 ビルの返還交渉を始めるが、大屋である周和の小林茂社長は、うちとは関係のないことだと怒りをあらわにし、結局、山市が、医薬金を支払い、タワーから出て行くことになった。また、小林社長が、イメージが悪いから、早く看板を外してほしいと要求。山市はマスコミを避けるため、暁の撤去作業に追われたという。その後、周和から、 文場レジデンス及びビルディング管理部門を譲渡されたレジデンスビルディングマネジメントが2003年にタワーを取得。社宅として使われた10個部分は茅場町タワーレジデンスとして貸し出されている。以下の企業等がテナントとして入居する。ありがとうございます。